ケイチョンチャンネルで僕らは育ったケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララララ。はい、はい、ここはですね、はい、ありがてーな TV のスタジオ前になります。ここで撮ってるんですね、はい、あなたはマシュバラさんですか。マシュバラさんなんですけど、またマシュバラさんと絡む、マシュバラさんと絡む、マシュバラさんと絡むというよりも、はい、まあもうちょっと長きにわたってやっていた、うん、まあ、罰ゲームって言ったらなんかすごい俺が罰を受けてるみたいなんですけど、うん、まあダイエット企画、うん、一応3月いっぱいで80代89キロにならなかったらっていうのを、はいはいはい、実はこっちのありがてーな TV の方でもやっておりまして、あれ言ってましたよね、はい、ありがてーな TV ね、あっ違う、埼玉さんでやられているありがてーな TV の方でも、もし3月いっぱいで痩せなかったら、まあ本当スタッフさん演者さん全部含めて40名ぐらいいるんで、そこにジョジョ園弁当を言ってるんですから、本気は本気なんですよ。罰というか、いや罰でしょ、負けたんです。いや負けたんですけど、完全敗北、完敗の罰ゲームで、そういうとあれなんですけどね。いや絶対そうです。ペナルティーを課せられたということで、はいはいはい、私今回ジョジョ園の弁当を40食今買ってきました。カルビ弁当、カルビ弁当と炭塩弁当、炭塩弁当です。はあ、いくらですか。11万2000円ですうわあ、高くつきましたね。タコついた。ただ今日これを、うん、食ってやろうと、その関係者が来たらもう足らないです。40だけにしました。弁当足りないって一番揉めますよ。そうですよね。中井さんとかもたまにこう差し入れされるじゃないですか。はい、絶対足りないってダメですよ、うん、足りなかったら追加で買いに行くぐらい。無理です、そんなもん。もう福田が買いに行けばいいじゃないですか。それはもう、いや買いに行くんだったらもうあれです、ね、あと5万渡してもらって20食買いに行く。ええ加減にせよなんであと5万ポンと出して20食渡すアザブ10番にあるジョジョ園さんにピックアップしてまいりました。40食限定となっておりますので、普段食べてない方は食べないでください。だいたいどれぐらい残ってるっていうのは帰り間際に見るんですけれど、今日はこういうことなので食べるとなると足らなくなる可能性もございます。よろしくお願いします。いくらで買ったんですか今日。はい、おいくらで買ったんですか。やらしい話をさせないでください。11万2000円でした。うるさい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。その子。おはようございます。桜井さん、まあ、いろんな方が、ね、いろんな方いるんですよ。
あるじゃないですか、ね、うわ、なんも書いてある。やったでも最初から書いてあるのいい匂いする。いい匂いしますね。わぁ、本物っすね、ちゃんと本物っすね。お前、偽物があるか。いや、なんかあのゲゲーンみたい。そう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 、ゲゲーンとかそういうのないです。叙情園じゃないとこか、ね、そもそもいますね。すごい、まずはスタッフさんからですね。そうでしょう、はい、まずはスタッフさんからだと思いますので、スタッフさん、まず、はい、山田さん、ケイちゃん、ケイちゃん、大変だよ、こっちみんな撮ってる。おーいスタッフさんから、なに2個ダメ、1個早く持ってないじゃない、1個この人たちは、なに君たち、スタッフからだっつってのに、スタッフさんから、スタッフさんから、どうぞどうぞ、手置きなさい。誰4つ持ってんの。痩せれずにすいませんでした。痩せれずにすいません。いやもう痩せれずにすいません。みんな嬉しそう。すいませんでした。痩せれずにすいませんでした。まあ大体行き渡りましたね。あ、じゃあ、はい、足場が。一個、おい、一個、三個、お前ら、ダメ。俺も量もない。俺のも量のもない。どうぞ、1個よかったら、1個よかったじゃない。ゲストの方2人と、クロちゃんさんと、そうですよ、あとりょうさんもまだゲストの方も、クロちゃん、クロちゃんなんですか、今日ゲストクロちゃんです、はい。クロカーにあしゃ食わさんといけない。おいてー、1個おぞー、いただきます、ありがとうございます。どうですか。めちゃくちゃ美味しいです。人生初。うん、ありがとうございましたね。いえいえいえ、とても楽しかったね。いえいえ、今日なんで黒で、全身黒で、あ、ヒールだから、はい、もう徹底してます。持ち物も靴がね、ちょっと可愛すぎるかな。あー、靴がね、これちょっとね、美味しいですか。美味しいですか。めちゃくちゃ美味しいです。やばい、本当に一人一個なんですか。そりゃそうでしょ、こんな一人二個食べないし普通。はい、普通そうですよ。めっちゃ美味しい、ありがとうございます。いやいや、もうみんな、慶長チャンネルをご覧の皆さん、お久しぶりです。平野夏実です。こんな久しぶりでもないです。たくさんコメントありがとうございました。そうですね、平野の YouTube がちょっと楽しくなりました。もっと頑張ります。はい、はい、うん、うん、やばい、おいしいです。うまうまです。すごい、イカロスの、おはようございます。おはようございます。流れは、流れ聞きました。聞きました。はい、もう全然完敗だ。でも負けを認めてない感じです。そうなんですよね、負けみたいな感じです。一回痩せてから、負けたって勝ち負けじゃないとか言ってるでしょ、まあ、勝ち負けじゃない方がかっこいいですけどね、うん、なんか先輩としてドンってきたら、あ、完全負けですけど。そうですよね、2ヶ月にわたって言い訳してましたから。これは別に量が何キロの魚を釣ったとか、もうそういう結果は聞いてないもん。山本さん、俺に言ったのあれですか、一回10キロ痩せてから1週間でリバウンド 10キロした。もうとんでもない言い訳しだしたんで、もうこれはもう人としてダメだって。そうですね、まあ、ありがたいんですよ、めちゃめちゃありがたいんですけども、ね、はい、気持ちいい感じではないです。気持ちよくない。いや、ありがたいです。いや、僕からするとだけど3ヶ月遅れですからね、本当のこと言うと。え、なんかもうプラスなんかもらったらいいんじゃない。なんだよ、なんでプラスって。いや、だって、いや遅れたんだから、ね、利子がありますよね、だってね。
普通はね。いや普通はだってお前ややこしくするな。えなんでだって。いや普通に急に来てってゲストで呼ばれたんですから。いやいや俺たまたま近く通ったから挨拶来たわけじゃないんですよ。呼ばれてきたんですから。何なんですかさっきから。なんでこの人呼んだんですか。なんで本当は、はい、あの先月やったらクロちゃん食べれてないんですね。あそこラッキー。そう逆にラッキーやと思って。それは山本さんに感謝して。ありがとうございます、うん、そうそういただいてくださいね。やったジョジョエン弁当って1種類しかないですか。いろんなあるんですか。いや何種類かあるんですよ。カルビと牛タンがありますよ。クロちゃんカルビと牛タン。僕牛タンですね僕、はい、カルビしますか。あ俺カルビに行った、うん、僕は、カルビがいいです。あ俺食べてんやん。どうする買える買える買えます。そんな、はい、このハゲモグラハゲモグって。いや自分のことも見て。ごめんね。あすいませんこちらこそ、ね、すいません。よしこうこうすいません。はいはい。わがままのやつだな。すいません。どうぞ。いや違うもんだって。どうせだったら美味しくいただきたいですから。これ値段一緒だったんですか。値段は一緒なんですよ。そんなん気にするよな、もくろちゃん。いやいや、やっぱりいや、本当にね。いや、なんか片方だけ安くしてちょっと値段下げたのかなと思って。ひどいね。いやいや、なんでちょっと直したんですか。ひどいこと言うな。いやいや、違う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 。あ、ちょっと山さん。山さんじゃなくてよ。お前すごいな。呼んでたからお前それ。うん、同郷の先輩。そっか、広島ですから。広島の先輩やな、はい。今までだって全然いいことしてきてなかったんだから1個ぐらいしてもいいじゃないですか。いやいや、ちょっと山本さん、山さん、山さん、いいことしてきてない人だと思ってんの。いや、そうでしょ。いや、本当に本当にだって、はい、本当にいいことしてない人。はい、だから謹慎前に僕番号1回聞いたんですけど、うん、すぐ謹慎したから電話1回もしてないですもん。よし。いや、本当に本当にじゃダメだ。本当に本当にじゃない。本当にが失礼なんで。本当ですから。本当に。いや、そんな人とは連絡取らんとこと。なんで今月お前なんや。本当に偉いタイミングで。なんで今月お前なんや。いや、そんな。やばいな、まずいな。こんな麻布のドブネズミ。ドブネズミだけど麻布だったら一等地だからちょっと太ってる。何。いいもん食べてますからね。的確。ありがとうございます。的確じゃない。もしかして。相性いいのかもしれない。うん、相性いいんですよ。1回目この間電話させてもらいましたもんね。そう収録中に、はい、うん、マコさんのびっくりしましたよ、本当に。トキ、クロちゃんなんか言ってない。いやいや、言ってないです。もう先輩、尊敬してる先輩だから。もしもし、はい、クロちゃん。はい、お疲れ様です、マコさん。いや、クロちゃん、そういうことじゃなくてさ、アウトだろ、この人。いや、もうアウトなの、もう10年前から分かってるじゃないですか。おい、どこと、おい、来るか。アウトだよな、この人。いやいや、超アウトですよ。なのにまだ地上波に落としてるから、多分おかしいっすよ。うわー、切っちゃわない。バーバーバー。いただきます。あ、うまい、柔らか。すげえな、おいしい。クロちゃんさんって痩せたいとかってありますか。アグネスさんとか言わないで。いや、ありますよ。あります。はい、あるよ。だって我々みたいなのが一番あるんだよね。うん、まあ、はい、でも対決したらいいじゃん。そうね。やだよ。巻き込まないで。やだやだやだ。だって俺対決したよね。対決って俺は魚釣って2月って買ったんやから。ダメだから。10キロ近く俺減らされてたらヤバかったんやから。そうそう、ここのあのジュジュインかけて、そうや、かけてやって。なんで、お関係ないから。おめっちゃ関係ないじゃない、本当に。頼む。いやいや、ダメ、僕クロちゃん頼む。何やらと来てもうたわ、だったら。お前も食ったんだからな。まだ食ってない、半分食ってないから、これでいいもんだろ。じゃあ、山本さんの半分やってて。食った量、食った量だけど。待ってくださいよ。なんかけど、山本さん、うやむやいそうだから怖いもん。勝てる勝てる、うん、やるっつって一回すぐ心折れるから勝てるって。いけって、クロちゃん。いやけど、ま、なんて、クロちゃんいけって。いいことがないもん、別にこの番組のレギュラーじゃないし。関係ないのに、本当に。確かにそうだ。本当ですよ、ちょっと俺リスクばっかりですよ、それ。だけど、女の子にはモテると思うよ。マシュバルガーズいっぱいいるから。クロちゃん、女の子にモテるの好きでしょ。いや、モテるの好きってかっこいい。いやいや、だったらなんか俺がその痩せたら付き合おうっていう子ちょっと見つけてください。
すっげえもう下水いや、下水そんな言わずに痩せた時に向こうがカッピーナーで寄ってきたらいいじゃん。なんで絶対的に言うの。あの痩せるって言った時とかには、うん、あ痩せたらかっこいいから好きになるかもって言ってて、うん、痩せたタイミングでもう自分のミッション終わったと思って近寄ってこない奴らばっかりですからこんな奴らマジで。こんな奴ら本当にこんな奴らってこんな奴らって本当に知らないでしょうちの。いや本当に金の匂いしか感じないやつでしょ。やめろ本当に。あと SNS のねフォロワー数だけ増えたらねもうバンバンザイの人たちだから本当に。クルちゃんと絡んで。そう。悪いやつだなこれ。悪いな。やらないし。黒川だよ。黒川。やばないで。黒ちゃん。黒ちゃんキューン。キューンからのバッキューン。黒川が出てきた。バッキューン。バッキューン。吸い込んだりしない。まあ、痩せなかった罰で、ええ、こうやってるのいいと思うんですよ、ええ、さんとやってたのは、はい、ジムの先生に、ええ、まあ、なんかないんですか。稲田先生に、稲田先生にこそジョジェイの焼肉おごるって話もしてましたよ。撮ってますよ。しましたっけ。こっちがお弁当だったら証拠あるの。証拠あります。僕素材持ってるんで。罰ゲームは私が決めます。だからテレビサイネマがジョジェイ弁当なんで、はい、こっちはもうジョジェイにします。ジョジェイがいいです、うん。ジョジョ言いましょう。なんでさ、有限定いきましょう。なんでそんなにジョジョ園グループなんでそんなジョジョ園さんのグループに。だっていや本当言ってましたよ。こっちがお弁当やったら稲田先生有限定だなっつって有限定クロちゃん有限定行きたいですよね。やったんです。だって、ね、最上級のところですもんね西麻布か新宿か、麻布十番どれでもいいですよ。それでもいいじゃないわ有限定ありきの場所の話じゃないの。あなたはもう一切関係ない話をしてるんです。同郷の先輩それ一本で押してくるなそれは突破口だと思ってますチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。